ごめんね。そっせん。はいよー。ごめんなさい。おかえりー。ありがとう。岡田です。あよう。そうそう。だから、しげちゃんさ、ネギマラの兄貴もいてさ、さっきさ、来てさ、しげちゃんいたで、つって、だけどなんか買い物行ってくるって言ってたで、って言ったら、どうせ酒買いに行ったんだろうって言ってたよ。ネギニキは。あ、ベンキー。ただいま。いや、何買いに行ったのかわかんねえけど。あ、森ちゃん、いらっしゃい。いつもありがとう。カールソンも、あよ。ユウさん、ワミちゃん。え？何買ってきたの？晩飯を買いに行ったの？うん。スーパー行ってきたんだ。俺はコンビニ弁当があるからよ。中華丼が。なんてことはねえんだけどよ。俺はね。俺夕方ちょこっとあれだな、6時ぐらいから、あ、もう6時になるのもんな、もっと涼しくなってから散歩でもしようかな。行くとこも別にねえんだけどさ、パラ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 、何すっかな。今日も何もすることねえや。全部用事が終わったから。あ、ビクさん、こんばんは。散歩行って帰ってきて風呂入ってから飯だな。お湯ためて、バブで、湯船に入るか。いや、不健康だから、なあ、キリンちゃんよ。ちょっとそういうの意識し始めてんだよ。ほら、この間、
口からシェリーだったからよ。パンを買いに行きましょう。あ、パン買ってきてあるよ。うん。おにぎりも2個。うん。おにぎりは、からし高菜と、からし明太。1個ずつ。病院なんか行かねえよ。だって別に、一回吐いただけだから。口から生理はな。べーっつって。翌日から、うん。どうってことねえから。え？ああ、だから。うん。ゆうちゃん。だってよ、坊ちゃんよ、7% じゃ強いよとか言って言うから、じゃあ 5% 2本買っとかなきゃなと思って、まあ冷蔵庫入れてあるけど。今日買ってきたよ、帰りに。うん。まあ仲良くしてくれてるからね。うなちゃんの水割りは濃いって言ってましたね。だってこれ1対1だもん、割るの。で、坊ちゃんはさ、俺ん家来るとさ、私が作ってくるって言うと、もうさ、薄いよ、こんなのって。味しねえじゃん。水飲んでみていいじゃねえか、これよ。酔っ払うと俺すぐ寝ちゃうから寝かさないようにしてんじゃない。今日既読になんねえなあいつ。そうそう、俺のだってチェックするんだもん、あいつ。俺が作ってくるとチラッてので、えっとかって。俺いつもこんなもんだよっつって。なんだかんだ仲良くしてんで、よろしくお願いします。でもさ、結局ね、配信者って、もうキャスでも、フワッチでもそうなんだけど、みんな、リスナーさんから、こう、課金してもらってるわけじゃん。潰し合いが、もう、ひどくなってるよね。まあ俺は人のことはあんまり言わないけど、ひでえなと思って、うん。
くら稼いでようが、誰がいくら、なんだろう、お茶爆もらおうがいいじゃねえ。なあ。おめえ関係ねえじゃんって話じゃん。その人から言わせりゃ。自分が頑張ればいいじゃんって話。まあ俺はほどほどでいいのよ。うん。なんとかなんとかやってきてるから。俺なんかお茶枠月に15万ぐらいあればいいかな。だからくれくれ言わないでしょ俺。よしこの一杯飲んだら散歩でももう一回行ってくるかな。テクテク。そうなんだよ、俺のさ割はもう薄いのは作んないからね、めんどくせえから。何回も何回も行くの嫌だから。薄いと早いじゃん。最初に作ったやつからまあ若干氷溶けていくからどんどん薄くなってくんだよ。うん。はあ。やっぱ睡眠浅かったかな。3時間半ぐらいだったら今日は。バイス？あー、あれか、梅のやつか。金宮で割るんだろ。そうだよな、バイスは金宮で割るんだよな。うん。わかるよ。うん。まあ俺は今からちょこっと散歩でも行ってくるか。6時過ぎだし、野球のラジオを聞きながらプラプラ歩いて、ああ、
ちょっとね、俺買いたいものがあるんだよね、今日。買いたいっていうか、まあ、ちょこっとそっちまで歩いていくけど。へーって思うようなものが、うまいんだ。あ、ゆうかさんこんばんは。もうすぐ終わるだよ、俺。6時半ぐらいで。うん。何を買われるんですか？いや、買ってきたら、インスタとかにあげるよ。Facebook とか。うん。いや、ほんといつも皆さんありがとうございます。熊くんありがとう。フィートもありがとう。うん。今日はお散歩マンだったから。熊くんありがとう。ねえ、知った。ねえ、なんとかしないとどんどん老人になっていくから。あ、いいよ、あいうえ。うん。よし、じゃあ今日はこれで終わるか。じゃあまたみんな、ありがとうございました。また夜中やるかもしんないな、このペースでいくと。